こちらどうぞ。はい。どうも、こんにちは。はい。はい、まずはどこから来たいんですか。埼玉から来ました。埼玉から来ていただいたんですね。じゃあ、お名前お願いします。及川恵子。あ、及川さんね。いつも笑顔が素敵ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日は及川さんをこれからオーセレブの波動に変えていきたいと思います。それでは返信開始します。はい。何かもうね、笑顔もとても、はい、もう素敵ですね。ありがとうございます。はい。そうですね。じゃあ髪の毛をちょっとだけ、はい、この上でやってもらっていいですか。はい、もうピンクもとっても素敵ですね。ありがとうございます。なんかお顔で気になってるとこございますか。そばかす、シミ。はい。はい、あ、そうですか。うん、わかります。私も結構そういうのありましたから。私も実は、ちょっとそういうね、シミとか気になっていて、本当に、色白にメイクすることによって、私自体が七段を隠せました。はい。それではいきますね。はい。じゃあ、お母さんもね、はい。顔大丈夫ですかね。よし。じゃあ、一回、お化粧されておりますので、一回このセレブスプレーをかけさせていただきます。目つぶってください。ん？え？ん？大丈夫ですか？いいですか？いい顔です。あ、いい顔ですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、OK ですか？はい。じゃあ、行かせていただきます。お願いします。はい、このメイクは、肌質を変えていくだけなので、はい、誰でも簡単にできますのでね。はい、それでは今からいきます。まずお肌に、コントロールカラーを入れていきます。そして、まず T ゾーンからいきますね。 T ゾーンからいってください。次に T ゾーンからいきます。はい、そして、こちらね、はい、もうとっても素敵なね、お洋服とそれから笑顔が光っている方なんですけども、さらにね、綺麗になります。はい、じゃあこちらは、はい、こちらは、本当にちょっとね、気になっちゃってましたね、これね。はい。はい、わかりました、これね。気になってるところ隠しちゃいましょう。これ、七難を隠すというですね。はい。そうなんです。年齢を目開けてくれますか。年齢をちょっとずつ重ねていくとしてもね、お肌にね、歴史が刻まれます。はい。はい、でも、その歴史を隠すこともね、したいときは隠しちゃいましょうね。はい。だいぶ隠れました。このようにどん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 重ねちゃいます。重ねていきます。はい、大丈夫ですか。目開けてください。ここもちょっと開けてください。はい、目の下のクマのある人もね、全然すごくいいんです、これね。はい、はい、こういうふうに塗っていきます。ただただ塗っていきます。で、ここら辺も叩くように塗っていきますね。はい、はい、ちょっとこっちに、もうすでに鏡、こちら見てください。全然顔半分違ってますね。はい。はい。じゃあ今度こちら見てきますね。小顔ですよね。本当に。小顔で美人ですよ。だからやっぱりこのね、色白くなるとね、もう全然ね、イメージが変わっちゃいます。はい、目開けてください。はい。ね、もうこちらの方も両方にね、やっぱりちょっと乾パンが出てたのかな。はい、はい、うん、OK です。はい、こんな風にやってきますね。はい、で、綺麗です。よく綺麗に細かく塗ってきます。ここ口紅のところも塗っちゃって、後で口紅が塗りやすくて色が映えるように、口にもこういう風にファンデーションで塗って色をしっかりと出せるようにしておきましょう。はい、ですか。ここにカバーしました。だいぶカバーできましたよ。もうちょっと隠しちゃいます。ここで、こんだけね、多く塗ってても顔がね、重くないですから、このファンデーションが、そしてカバーするんですけど、これはすごくあえて乾燥を防いでいくっていう不思議なファンデーションです。はい、いいでしょうか。何か健康食品を飲んでますか。マルカンのものを飲んでます。あ、はい、あ、そうですか。はい、通りでね、なんかね、もう本当にもともと肌ツヤが良くて、ね、気になるここだけですよね。はい、この顔ね、白くなっていくっていうことは本当に白くなっちゃうんです。はい、じゃあこれで、今コントロールカラーをしっかり塗りました。はい、そしてほとんど、シミを隠してしまいました。はい、次ですね、ここから
ですね、オーセレブに変身する技、白くさらに、お肌を透明感のある白さにするためのオーセレブ、ファンデーションをつけさせていただきます。はい、いきます。これも T ゾーンからいきます。おでこからこうやってやっててください。 T ゾーンというよりもこうおでこからね、少しこうやってやっていっちゃってください。はい、で自分の好きなぐらいの色に、あんまり極端にわーっと白くなっても困りますから、自分で加減しながらつけていきます。はい、加減しながらつけていきます。はい、だんだんね、はい、ちょっとこっちに、はい、あ、もうすごく綺麗ですよ。嬉しいです。はい、もうすごく綺麗に塗っています。はい、はい、こんな感じですね。もう本当にね、シミとかさ、そういうのあれだけでね、ちょっと気がね、めいっちゃいます。はい、なくなるのが夢。あ、そうだった。はい、もうとにかく演出が大事ですね。まずなくなる前に演出。それと、マルカンからですね、さらにそういうのを取れるあのホワイトサプリというのが出てますから、さらに白く塗りたい方、それからそういうの気になっている方は、ホワイトサプリ飲んでいただいて、より効果を出されてください。私もそれ飲んですごく白くなりました。2トーンぐらい上がりました。肌もね、色が上がったんですね。なのでやっぱりあのすごくあの自分として気に入ってる商品ですね。はい、じゃあこちらもつけます。はい、こんな感じですね。それと今ね、あのマルカンから腸の中をきれいにする善玉王国っていうのが出てます。ドラゴンパワーって名前すごいでしょ。それ出てるんですけど、それがまたなんとですね、腸の中をきれいにしていきますから、お肌の裏返し、腸の裏返し、お肌と言われるくらいですから、ふんわりとすごくいいですね。はい、ます、うん、ね、ました。はい、そうしましたら、次ですね、先ほどもあ使いましたこの、あのオーセレブファン、あの頬紅をつけます。じゃあここで笑顔で笑っていただけますか。お母さんはいつも笑顔だったからね、慣れてますね。はい、笑ってください。その笑顔もっと笑ってください。口角上げる、はい、割り箸を噛む、はい、そう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 、その感じです。はい、その感じです。このほっぺたから上の方へ向かって、こめかみに向かってつけます。はい、この笑顔ですよ。その笑顔で最高です。このすごいですよ、そういうの。めっちゃいいですね。はい、はい、はい、笑ってください。はい、笑って、これ笑ってつけていただくのは笑顔を光らせるためなんですね。ここにほっぺがありますよという笑顔を光らせるために笑ってつけていただきます。はい、笑ってください。はい、もっとグッとグッと口角、そうそうそう、そのように上げてください。そのように口角を上げていってください。いつもそのようにね、口角を上げると運勢もどんどん良くなりますね。はい、笑顔力がさらに増します。いつもね、笑顔で素敵でしょうけども、さらに綺麗にね、はい、笑顔力が上がると幸せ感がアップしますよ。はい、OK ですか。はい、いいですね、いい感じです。はい、もう一回笑ってください。はい、笑ってください。はい、笑ってください。はい、じゃあここにつけます。はい、顎にもつけさせていただきます。顎にね、やっとくとこうトーンがね、浮かないですからね。ちょっとここにちょっとつけます。はい、いいですか。はい、こちらペンですね。はい、そしてこちらがオーセレブフェイスパウダー、そしてこれは魔法のパウダーと呼ばれています。今こちらもちょっとこれつけた時、手のひらで少し強くします。はい、Tゾーンでつけていきます。もうちょっとつかんで、はい、Tゾーンでつけていきます。はい、そしてこちら笑顔の光らせます。笑顔を光らせます。赤ちゃんのような肌になってね、そしてこう下の方へフェイスラインになぞって降りてきます。はい、つけてなぞって降りてきます。はい、もう一回こちら、はい、このほっぺたの下から上に向かってつけるのが特徴です。はい、こうやってます。はい、そして下に下ろしてきます。下ろしてきます。そして顔全体に少しなじませて少しずつつけます。こういう風にすると顔全体が光り輝きます。これが魔法のパウダーです。そしてきめ細かく見えて、毛穴がなくなって見えます。はい、こういう感じですね。そして今顔のトーンが上がりましたから、首にもつけときます。これが首が若くなる、白く演出するだけで若くなります。なのでお化粧が顔の色のトーンが黒い方でも白くなります。で、なった後首との差がつくんですけれども、それがつかないのがこのオーセレブコスメのすごい画期的なところだと思
ます。はい。どん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 くっつけていきます。はい。首もちょうどこのフェイスラインから首にかけてもよくつけてください。ここ下がないようにつけていきますね。はい。で、こう簡単にね、首がね、白く美しくなるのでね、10歳は確認ますね。はい、赤くなります。首や年を隠せないっていうけどね、隠せますね、ここね。はい。もうすごい色白美人が出来上がってきましたよ。はい、これでね、運勢が良くなりますよ。はい。そして、誰からも愛される愛嬌作りに入っています。はい、これですね。そしてですね、で、口紅をこれでつけさせていただきたいと思います。はい、これはオーセレブ、オーセレブから出ました。オーセレブコスメ、口紅です。はい。誰でも合います、この色は。いいですね、はい、はい、そしてさらにここに光を入れるために今もすごくいい感じなんですけど、ここに光をさらに入れます。この、グロスですね、オーセレブグロスになってます。いい感じですね、はい、とっても素敵です。はい、こちらですね、はい、OK ですね、はい、そしてここで、ちょっと頬紅のチェックをさせていただきます。今、口紅をつけた段階で顔のトーンが出てきますので、もう少しつけた方が愛嬌のある顔になると思います。はい、じゃあ、はい、はい、この土台 の、 お肌の色が白いので綺麗なピンクを演出します。ここでしっかりとカバーしておかないと赤黒くなっちゃいます、頬紅って。肌の色と混じって汚い髪に見えちゃう場合がありますから、はい、笑ってください。その笑顔です、その笑顔です、その笑顔です、はい、笑ってください、はい、その笑顔ね、その笑顔、その笑顔、その笑顔、このくらいでいいかな、このくらいつけてきますね、はい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 、いいですか、よし、はい、OK ですね。はい、それでは、こちら、オーセレブスプレーをつけさせていただきます。よく振ってつけます。はい。3回ぐらい。ワン、ツー、スリー。3回ぐらいになります。そして少し時間経つと、これがどんどんお肌に浸透してきますからね。香りいいでしょ、すごくね。それで、1回つけて、また後で、ちょっとつけたいなと思うときは足してください。朝お化粧したら、午後にはもう一回チェックしてつけてみるのもいいでしょう。ただ、どん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 馴染んで浸透していきます。いいですか？はい。じゃあ、もう一回つけますね。はい。はい。彼女の眉毛に一切変えてません。肌質だけ変えました。はい。それではですね。はい。で、ここで、顔が光った後は髪の毛ですね。髪の毛のツヤ、髪の毛のツヤをさせていただきます。これはハッピーツヤです。髪の毛は天のカゴ、顔は世間のカゴです。靴はちなみに靴は先祖のカゴと言われています。です。はい、いいですか。もうね、髪の毛が光っただけで全然違っちゃうんですね。ツヤツヤでしょ、うん、これがセレブ感が出るんですね。だからやっぱり光り輝くということが大事なんですね。光り輝いた顔とか髪の毛は絶対に、運勢が良くなります。人生が光り輝くと言われています。ちょっともう少しちょっと待ってください。どうせここまで来たらね、綺麗になりたいですね、はい、はい、はい、こういう感じですね。はい、それでは鏡を見ていきましょうか。はい、はい、どうぞ。すごい、いろんな角度で見てみてください。どうですか、ツヤが
ツヤツヤ、白くてない、あの、はい、ね、心理とか肝斑だったのがすごく隠れてますし、顔が、はい、顔が、あの、あのあれになってるね、あのね、透明感があって、もう先ほどのね、陶器のようなお肌になりますね。だからこんだけ白くなるだけで、すでに本当に、エレガントなセレブ感を出します。でもうなんかね、イメージが変わりますね。もう見たイメージが変わっちゃう。で、どうにもハッピーでしょ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でそちらちょっと座ってみてください、はい、そうすると座った段階でもほら、もう全然色白なんですよ。すごいです、色白です。はい、ありがとうございます、ね、色白美人ですね。ありがとうございます。はい、どうも、はい、ありがとうございます。